はい、皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日は青森のホテルで目が覚めました。そして、いろいろと作業をして、朝の支度をして、歩いて、バス停ですね、空港までのリムジンバスのバス停に来ました。ところ、ファミリーマートの壁の貼ってあった看板がとても気になって、リンゴだけで作った紅茶、紅茶ってとっても気になって、リンゴだけで作った紅茶、入ってみると売ってまして、飲んでみましたけど、とっても美味しかったです。今日はとっても秋晴れの青森を、少し街を歩きながらですね、青森空港の中に、大変おしゃれなお土産だったりとか、昔からのですね、おせんべいの、焼きコーナーがあったりとかですね、ちょっと面白い、こじんまりとしてるんですけど、とっても面白い工夫された、お土産ショップだったなと思います。ねぶたの立体的な雑誌、昼一の飛行機で、千歳に戻ってきました。そして、あ、そうです、そうです、あの千歳空港、お昼ご飯を買ったりとかして車に向かってたんですけども、なんと地元の林ファミリーに会いました。とっても会いたい赤ちゃんもいたんで、とっても嬉しかったなと思います。そしてそんな中でですね、室蘭に向かいまして、今日は室蘭で、実は北海道丹鉄港市町村議員連盟の総会と見学会とかがあったということで、平野会長から連絡が、案内がありました。総会の中では、次年度ですね、これから室蘭市会議員の南川君議員に、会長を交代していただいたということでありましたけども、引き続き、丹鉄港議員連盟のですね、活動がさらに活発になること、また土井会議員もしっかりとそれをサポートできる顧問という立場もありますので、共に頑張らさせていただきたいというふうに思っています。本当に室蘭市議会議員の方々には今日大変お世話になりました。そして、実はあの和西市の風景をちょっと見たくて、帰り少し寄って焼き鳥を買って、今札幌に来ました。今日は室蘭の焼き鳥を食べて、これからですね、祝日ですね、明日もいい一日になりますように。